阪神タイガースドラフト3位ルーキーの山田選手、1年目の打撃成績、そして守備賞を振り返っていきたいと思います。動画の前にぜひチャンネル登録とグッドボタンだけお願いします。山田選手の1年目の打撃から見ていきます。もともとドラフト3位で仙台育英高校から入団したルーキーの選手です。キャンプの頃から守備、打撃、両方ともですね、話題になりました。もともと守備が上手な選手というのは前評判通りなんですけれども、思った以上にキャンプでいいバッティングを見せてくれていたと、そんな選手です。そしてですね、ファーム開幕してからも好調で、5月ぐらいまでは打率2割5分ぐらい高卒ルーキーながらありまして、これぐらいの打率ですとやっぱり一軍昇格を期待する声っていうのも結構大きくなっていました。ただですね、1年目のいつも選手もそうだったんですけど、このキャンプの時にものすごく打って、そして2軍開幕してからもしばらく素晴らしい成績で、ただですね、やっぱり中盤以降でちょっと失速してしまうと、これやっぱり高卒1年目の選手で疲労なんかもあるのかなと思います。山田選手の1年目の成績振り返りますと、102試合出場で2割1分7厘、ホームランなし、打点が13、盗塁2つの失敗6つ、出塁率2割8分7厘、OPS548 という成績になっています。2割1分台まで失速してきてしまっていますので、やっぱりバッティングプロレベルですとまだ課題は残るという感じではあるんですけれども、1年目にしては頑張ったと思います。来年はまずは2軍でですね、2割7分以上の打率、ここを期待したいですね。では続いてですね、1年目の山田選手の守備賞をこちらも見ていきましょう。守備に関してですけれども、ショートを主に守りまして、チームトップのイニング数守りました。守備率に関しましては9割6分6厘ということで、2軍は土のグラウンドなのでちょっと守備率が低く出やすいという傾向ありまして、1年目の選手としては9割6分6厘であれば、十分優秀な成績と言えると思います。平均値がだいたい2軍だと9割6分ぐらいになりますので、平均よりは守備率も上回っています。そして守備指標で見てみましても、レンジャール守備範囲を表す指標っていうのはプラスマイナス0ぐらい、そして UZR、どれぐらい失点を防いだかっていう数値に関してはプラスの数値が残っています。同じショートの高寺選手が、全てにおいて、ほんの少しこう上回っているというぐらいではあるんですけれども、山田選手がこう互角に戦うことができていると、それぐらいの数字にはなっています。高卒1年目の選手としては、やっぱり前評判通り守備に関しては、間違いなく合格点というところだと思います。1年目から2軍でショートでこれだけの数字残せるっていうのは素晴らしいと思います。あとは守備範囲をこう広げていったりとか、確実性をより上げていく、ここはできれば1軍でも戦えるぐらいの守備力になってくると思います。ここから1軍に上がっていくということになると、やっぱり大きな課題としてはバッティングになってきます。ただ逆に言えば、守備でこれだけ1年目から活躍できているので、バッティングさえ上がってくれば1軍昇格っていうのもそう遠くないと思います。山田選手の2年目に期待しましょう。現在このチャンネルでは10万人の登録者目指して頑張っております。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。